監督ラボの監督と申します。今回ですね、自分の自宅のフィギュア部屋紹介していただきたいと思います。ではこちらなんですけども、フィギュアケースでございます。フィギュアにハマったのが昨年の7月頃なので、このフィギュアもう全てなかったです。本番いきます。よーい、フィギュアから紹介させていただきたいと思います。こんな感じでございます。では一番左からいきましょう。はい、まずはこちら、オスワマスク、リペイントバージョンとなっております。はい、そして原神のぬいぐるみで、続きましてこちらです。はい、まずはエースとお玉一番くじですね。駿河屋のネットで購入しました。で、空島編のチョッパーです。ハウスバーだっけな、確か。はい、続きましてウルティでございます。はい、左が、リペイントバージョンのウルティとなっております。はい、続きましてリゼロコーナーになります。ちょっとめちゃくちゃこれミラーに自分が映る。はい、というわけでこちら、まずは、リゼロのレムとラムの2人ですね。そしてエキドナ、この後エキドナコーナーがあります。そしてラムのアートスケールフィギュア、続きましてこの下ですね。はい、プライド商品となっております。これは100均で買ったもしゃもしゃです。はい、でこのフィギュア、この2体すごい気に入ってんですよね。続きましてこちらもプライドです。はい、で次行きましょう。はい、キューボスケットコーナーでございます。上から行きましょう。はい、ヒロアカ、カッチャン、お茶子、ヒミ、トガちゃん、トドロキくん、犬やしゃ、ナミ、朝倉陽、ダメだ出てこない、富岡さん、猪之助、ねずこ、善逸、炭治郎、かなおちゃん、しのぶさん、続きまして、ダメだ出てこない、ハリーポッター、チュンリー、ハーマイオニー、猫娘、ブラックジャックと、はい、で続いて、わかんないな、はい、続きまして、グランディスタの炭治郎と、アクリルスタンドとネズコ。これはグランディスタではなくって、グラマラスシリーズかな、のアクリルスタンドと、全員グランディスタのアクリルスタンド。まずこちらがですね、1個目の棚となっております。こちらの棚に関しては、ミラーがついているんですが、次はミラーがありません。で、ここの棚がね、監督一押しなんですけども、まずは、本当に数日前に届いた、オンラインクレーンゲームで撮ったミックの、これ確か飴が入っております。エキドナ2体がいます。で、開けます。はい。ここが結構もうゴリゴリに作ったフィギュアなんです。はい、まず1個目。はい。エキドナコーナーでございます。この紙はですね、100均で買いました。あと、これもね、セリアで買ったやつかな、これ。ちょうどね、エキドナっぽい感じの蝶々がですね、所狭しと、ちなみにエキドナはですね、はい、こんな感じで蝶々がモチーフとなっておりますので、見てください。こんな形となっております。で、こちらのね、アートスケールのエキドナ、いつか欲しいです。はい、続きまして、五等分の花嫁コーナー。はい。というわけで、こちらもですね、100均で買いました。ザ・女子。もう、ピンクすぎる女子部屋的な感じになっております。はい。で、こちらはガチャガチャのやつですね。1回500円のやつを5体ね、メルカリとかで揃えてゲットしました。はい。で、こちらは一番くじのキャラクターですね。手前が一番くじのキャラクターとなっております。で、奥が、対等版の笑顔バージョンの、五等分の花嫁。5人います。はい、こちらですね。で、続きましてこちら、ワンピースコーナーでございます。はい、この下の草っぱらはですね、100均で3つ4つぐらい入ってるのかな。ジャングルにいる美女たちシリーズです。そしてナミとレベッカかな、日和、ハンコック、なんだっけ、すいません、ロビンとなっております。この辺は結構こだわったディスプレイとなっております。で、続きまして、はい、こちらですね、2段となっております。まずはワンピースコーナーでございます。この背景のやつは確か100均ですね。POP のナミ、これ3000円ぐらいで買いました。ロビン、プライズですね。おきく、はい。そしておでん、ルフィ、両方ともプライズですね。かなり安く買いました。そしてミホーク、 POP となっております。監督 POP はこのミホークとナミだけです。続きまして、その下がですね、結構バラバラとなっております。唯一のドラゴンボールで持ってるキャラクター、ブルマと、あとこのグリッター&グラマラスのブルマ、向き逆だけども多分同じ感じのやつですね。そして
こちらアイドルマスターの北条なんだっけ名前忘れたんですけども、これは300円ぐらいでゲットできました。いや想像以上にクオリティ高くて良かったです。でこちらルフィですね。はい、続きましてこちらオンラインクレイゲームで撮った棒振りの主人公ですね。名前は覚えてません。はい、そしてゾロですね。かっこいいですね。そして一番くじでゲットしました、自引きしましたかっちゃんですね。下には100均のやつを引いておりますが、まあ結構バラバラなんで、ここももうちょっとクオリティを上げていきたいと思います。そして3段目ですね。まず上からですね、はい、この辺に関してはちょっとお気に入りの箱を飾っております。まずはエース、1回5000円のくじですね。これはメルカリでゲットしました。はい、続いてこれもオンラインクレーンゲームで撮った神様になった日の主人公ではなくヒロインかな、めちゃくちゃこれ気に入っております。そしてリペイントフィギュアのマルコとなっております。いやかっこいいね、見てこの台座。はい、でそのままちょっと1回横行きますね。クリアファイル、ルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック、こちらをですねこういう感じでやっております。圧巻。そのまま下行きましょう。あと愛犬ナビです。トイプードルナビです。これ欲しいか欲しいか、あげない。戻りまして、ここを紹介していきたいと思います。でこのままね、これを開けちゃうと倒れて落下するのでちょっと移動します。大丈夫か、よし。そしてこちらですね、これが一番最近買ったフィギュアケースとなっております。うわあ大丈夫ですか大丈夫ですかはい、大丈夫そうですね。はい、ではまず一番上の段からですね、でん、まずは昨年自分の誕生日で買った魔女の食べたいのイレーナ、このフィギュアめちゃくちゃクオリティ高いです。そしてプライズ版のイレーナ、レムの結構高いやつがメルカリで安くゲットできました。このね、このグワンとした鎖チェーンがねすごいです。さっきっていう麻雀漫画のイメージカットで出てきた天使、これもかなり格安で買いました。続きましてヒロアカコーナーでございます。名前が出てきません。ミリを渦巻きじゃなくて波動ねじれ、ねじれちゃん、雷と、オールマイト、デク、いやー全然名前出てこない。はい、そして最後がおいとヘイトコーナーでございます。はい、主人公、はい、そしてやばい、ほんと名前出てこない。はい、沖田総司だけ、じゃあ宮本武蔵か沖田総司どっちかで、ジャンヌダルク、最近こちらのアニメ見ました、めちゃくちゃかっこいいです。これもメルカリでかなりお安くですねゲットできました。そしていや名前できない、これ確かプライズ品でございます。はい、というわけでこちらですね、3つのフィギュアケースを飾っております。ちょっと結構使いましたね。とフィギュア系で言うとこちら、ウォーターサーバーの上に乗っかっている名前が、これさっきあっちにいたけども名前がでですね、これね、なんですけども、はい、ひびが割れております。ナビーとですねボール遊びしててボールを上に蹴ってしまいまして、これがガチャンと倒れました。でひび割れております。なので新しく買い替えする予定となっております。はい、このフィギュアケースめちゃくちゃいいです。で続いてですね、あとこちらはまあ小物関係になるんですけども、まあ、かなり減らしたんですけども、五等分の花嫁の五木が2人と鬼滅の刃のマコモ、よしで、ですねこちらがですね監督かなり思い出があるんですけども、この2人ですね、玄野と根津子、この2人を初めて撮ったところからフィギュア集めがスタートしました。これは友人に撮ってもらったカナオちゃんですね。でキロアカで推しのスイちゃんのスタンドですね、はい、でかいです。でこれでライトが光ります。はい、こんな感じですね。で長押しすると消えます。はい、これも一応まあフィギュアといえばフィギュアかな。風に立ち向かってるインゾネコですね。本当はもう一個ネコいたんですけども、落としてナビにかじられてしまいました。あとは先ほどのたくさん紹介しましたイキドナのチョコのせですね。で星のカービィ、これめちゃくちゃ美味しそうです。であとですね、まだ未開封フィギュアもありまして、フランキーのフィギュアーツゼロですね、グランディスタのナミ、こちらメルカリで購入しました。アラバスタの多分ナミとビビとあとロビンとナミかな、10年前のフィギュアで新品未開封が売ってたので購入しました。はい、そんな感じで以上となります。はい、というわけでですね、監督ラボのお部屋紹介です。ともにアニメ系のものを紹介させていただきました。ではまた次の動画で会いましょう。あ、一つ忘れておりました。フィギュアはですね、この3つの棚に大体入ってるんですけども、入りきれないフィギュアもありまして、紹介したいと思います。玄関なんですけども、こちらを開けますと、わお!すごいです。
はい、こちらにですね飾りきれないフィギュアたちがたくさん眠っております。この段は、まあ、カメラ系なんですけども、またさらにここにねもうみっちみちに入っているフィギュアたちがねたくさん入っております。で、上にはですねもうまたまた入りきれないチョコのせ鬼滅の刃が入っております。というわけでですね、まあこんな感じでですね、もうフィギュアめちゃくちゃハマっております。今後も、ぜひ見ていただければなと思っておりますので、監督ラボアニゴタ編よろしくお願いいたします。監督でした。また次の動画で会いましょう。いいのかな、いい感じかな。いや、どうしよう、つけた方がいいかな、これは。じゃあつけて、かつ上からちょっとこういう風にしましょう。そうですね、ぜひともチャンネル登録してください。